というわけで、ナイスエイシ企画です。大企画よお父さんからの仕送りで3日間食事をつなぎ切って生活しよう。ヒョン君は前にね、母親からの仕送りで3日間生活やったんですけど、すごく好評でした。うちの母親喜んでます。いや、だから僕のね、家族全然喜んでました今回父親シリーズです。皆さん、母親からの仕送りって経験あると思いますよ、うん、ある人もいない人もいるか。まあ、ぶっちゃけ俺はないからね。俺さ、寮生だったから。あ、そうだよね。ユイジは？僕もね、実はあるんですよ。実はじゃなくて、あるのね。あるあるある。母親からの仕送りってあるじゃないですか、はい、でも、お父さんからの仕送りなかなかないと思うんですよ、ね、そんなお父さんたちに予算1000円で仕送り頼んだら何が入ってんのかーって感じで、今回1000円で各自お父さんに気まずながらにもお願いしました。いや、気まずかったね。普通に嫌だって言われて最初、うん、俺はね、めっちゃね、言いやすい。あ、そうなんだ。まんちゃんに言うぐらいさ、すごい言いやすい。二人はやりづらいでしょ。いや、やりづらかったよ、電話した時。なんつった？何言ってんのって言われて、3日間だけ食事できる。説明が大変だね。分かった。分かってるな。嫌だって俺だったでしょ。嫌だって言われたとか、俺本当はあのお母さんとやりたいしたのね、うん、お父さんにこれ頼んで、はい、大体いつもそういうのお母さんとやりたい。お父さんの誕生日も祝わねえやつはそんなもんしてないの。白状な息子だね、本当に。白状。うちのパパちょうど完璧。ちょうど完璧今の超余裕で。それでなんかプレゼントあげたの？あげとけ。そうなったらあげとけ。もらったなら。はい、という感じで食事もね、用意してるんで、3日間これしか食べられない生活、いや、よいしょ。僕の実家、大佐さんお伝えしてる通り、やめます。やめますよ。ちょっと、納品じゃん。お店同士のやり取りです。納品です。あの、がっつりうちの八百屋の車のナンバー書いてあって。モザイクだ、モザイクだって。OK、OK、じゃあ俺が隠すから。どうもどうも。大体僕のパスワード全部これなんですよ。くれねえな、バナナ一房。実家八百屋なんで。なんか前回よりも八百屋で攻めてきたね。前回はいろんなスーパーで安いもん買い集めてくれたんだけど、全部うちで売ってるものです、これ、キャベツ一玉。これあの前回も買ってました、まあ、人参、玉ねぎ、じゃがいも。あれ、カレー作れるの？しかしカレー類不在。調味料だったら OK っていう話だから、ルーを頑張って作れば、まあ、米なしのカレーは作れる。サラダ用のレタスかな。まあトマト2つ。マジ八百屋なんだけど。すげえ、まあ、マジで八百屋だね。なしなしっすね。あとは、はい、コーラ。出た出た。それあの、僕がコーラ好きなの父親譲りなんですよ。うちの親父ほんとずっとコーラ飲んでて、飯食いながらコーラ。あ、そうなんだ。お父さん譲りなんだ。そうそう。あと1個あの多分残った金額の組み合わせで。いや、クマ的にはそのお菓子もっと欲しかったよね。これもっと欲しかった。なしなんかこれもっとくれって感じ。以上です。きょんちゃんのターン。手抜きでごめん。いや、でもさ、手抜きでごめん。俺はね、手抜きであればあるほどね、嬉しいですよ。わー、何嬉しい。お決まりなのこれ。で、お母さんと同じものにしよう、まんちゃん。バターロールになっちゃってる、これ。なんか卵ロールだったね、前。嬉しいじゃん、こんな。おー。まんちゃん、これお母さんよく OK してくれたね。怒られるやつや。ダメなやつでしょ、これ。カニの力味噌汁。やばー。ふっくら赤飯。あー、赤飯。普通のご飯じゃないんだね、これ。超いいじゃん。冷やし中華だって。うわ、マジかよ。うわ、めっちゃ嬉しい。これタレ入ってるやつかな。冷やし中華はマジ。うわ、タレ入ってる。うわ、いいじゃん。スープカレーラーメン。ラーメンめっちゃ入ってる。え、チキンライス、カツオ梅、コーヒーゼリーと抹茶わらび餅。いい、めちゃくちゃうまい。ちょっと待って、めちゃくちゃいいよ。優勝じゃん。まんちゃん結構キョンカーの YouTube 見てくれてるのね。うん、もうちょっとふざけてもよかったんだよ。続きまして、はい、では早速いきますよ。まず、おお、これおかゆです。おかゆいいじゃん。あれ、おかゆちゃんだ。おかゆちゃんが出てくる気分。おい、おかゆだ。おかゆです。おかゆちゃんだ。ダブルおかゆ。え、待って、体調悪いとでも思われてる。塩昆布。あ、出た。次パン。あ、パンね。はい、カップスープ。スパゲティ。いや、一番コスパいいですからね。しかもミートソース。おお。あ、以上です、僕。超いいじゃん。え、やばくない？当たりよ。っていう感じで、生活していきましょう。なんかさ、前半の方はさ、あんまり贅沢しすぎちゃうとさ、ご飯なくなっちゃうじゃん。そうそうそう。いや、俺、特にその配分が俺、むずい。バターロール、嬉しい。いただきます。ありがとうございます。これ、食べてたな、ずっと。いつ何時も、このパンに使われてきました。俺も、毎朝バナナ食ってる時期あったわ。うん、俺もあった、バナナ。バナナ、うめえな。お2個目パンとバナナ食ってるだけだね、これ。本当だ。なんか何のリアクションもしにくくない、これ。いや、これがただの日常だよっていう人もいるわけじゃん。つまり、それ仕送り関係ないよね、多分。ということで、1日目の朝食でございます。俺ね、ちょっとさっきのじゃ足りなかったから、ちょっと試してみたいと思って。さっきのカツオの梅、うまそう。俺一番好きだよ、カツオの梅。でも、ちょうだいよ、きょんちゃん。めっちゃうまいんだけど。いいな。うん、病人みたい。いや、そのセットそうだよね。味あるか。うん、なんか足せば味。ポン酢とか鍋みたいになる、急に。あっ、
ポン酢。あ、やばい。あー、どっか行っちゃったよ、ポン酢が。でーテレレレレレレーテレレレーテレレレーテレレ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 レいいね、朝からすごいよ。あれあれテレレレーンテレレレーンテレレレーンなんか危ない気がする、いろいろテレレレーンバーッ、あなたの脳を乗っ取ります。我々は宇宙人だ、お前の地球を。お父さん恥ずかしいな。夜ご飯タイムという感じで夜ご飯を食べたいと思うんですけど、冷やし中華もなんか他のやつも1種類だけだったんで、焼きそばもラーメンは2種類だったんで、このカレーラーメンね食べちゃいます。スープカレーラーメン、こんなん優勝じゃん。小麦粉なしだよ、3日間グルテンフリーだよ。いいじゃん、リンゴだからなしだよ。破れたよみたいな思いで絶対に勝ち組になるであろうラーメンを食べます。で、くまくんが、僕はキャベツと人参を適当に炒めます、中華っぽく。グルテンフリーで、グルテンフリーで。え、めっちゃなし羨ましいんだけど、なんかどう、人参なんか言ってる。人参今が食べ時だよ、今だよ、今だよ。千と千尋も買える。あ、あ、話だ。あ、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 熊の引き触った手でそのままラーメン入れます。残りカスもね、ブワーッと入れて最高ですね。あー、ラーメン食いて。カレーのルーというか粉を入れました。熊くんは野菜炒め作るみたいです。塩コショウ、ラーメン完成よ。もう僕は片面派なんでね。いいなー、ブワー、まあ、男料理だね。そう食べれない、食べれない。私先食べてていい？どうぞ。キュンちゃん風カルボナーラパルスタパンダペスト健康カレーカレーうどんラーメンでですね、これでカレーじゃないですか。パン合うんすよ、楽しみ。いただきます。いいじゃん、満足やんそれ。おいしい。確かにカレーラーメンってよりはスープカレーラーメンって感じです、味が。パン、スープカレーにパンつけるなんてね、贅沢ですよ。懐かしい味に感じる。なんで今日のくまちゃんの晩ご飯、お野菜炒めと梨。でもお父さんのチョイス確かに面白いよ。いや、もう絶対適当だって。いただきます。誕生日を食べないから僕も祝ったこととかなさそうだもん。さすがにこれやってくれたらプレゼントあげよ。なんで反抗期固くない。いや、反抗期とかじゃないじゃん、もう何歳だよ。そろそろ反抗期迎えられてもおかしくない年齢なんだ、逆に。やっぱ焼いたキャベツうまいな。うまいわ。待って、俺はあれかも。お前小麦粉とか砂糖ばっか取ってんだろ、野菜食え。そうだよってことだ。そうだよ、家族ってのはそういうもんだよ。うん、明日は何食べようかな、楽しみだな。夜ご飯タイム。もうね、撮影でちょっと汗がびしょびしょだったんで着替えちゃったんですけども、本日ついに来ました、パスタで醤油とごま油を使ってですね、ちょっとペペロンチーノ風にしました。これは間違いなくうまい。いただきます。さあ、果たして醤油とごま油だけでペペロンチーノはできるのか。答えは簡単です、できます。うん、うまっ。これはうまい。映ってねえし、どういうことだよこれ。価格、今日はミーティング日。キョン様バースデーはこのパンポン作りにコロンコロンコロンを食べます。はい、僕はバナナを食べます。僕はスープを使って体を温めたいと思います。なんか親知らずやった時にさ、口をもっくし開けられたじゃん。それさ、ここ切れちゃってさ口だけキョンちゃん。そう、だから食べにくいんだよね。その口だけキョンポンになってるの。あんたいつも同じことしてるからね。バナナうまい。バナナもクマのことうまいと思ってる。俺こいつ味わってる。今食べてるように見えて、うん、食われてるんですよ。マジで言ってる。中からどんどん食われてる。うまいんだバナナって。マジでバナナもマジでクマうまいと思ってる。え？笑ってましたからね、今。笑い声でしょ。いや苦しいでる声じゃないですか。2日目、夜ご飯。僕だけちょっと夜ね、一人で先に食べようかと思ってて、なんか熊とエイジは撮影帰ってきたから食べるみたいです。焼きそば食べます。ちなみに、違和感持ってる方にね、まんちゃんって僕呼んでるじゃないですか。一応僕お父さん2人いて、再婚して、まんちゃんがお父さんになったっていう感じです。まあ僕のその辺のね、ちょっと詳しい話知りたいなっていう人は、概要欄にね、僕の前にそういうことをね、ちょっと話してる動画があるんで、それ貼っとくんで、ぜひ見てください。実はあの動画、家族ではね、賛否分かれたんですよ。あげるかすごく悩んだ動画なんですけど、で結構あれ見てね、応援してくれる人が増えたっていう人もいるし、信頼してくれてる人もいるから、いい動画にはなったんじゃないかなと思うんですけど、あれ見ると結構やばいこと言ってるから、僕見るたびに、あ、大丈夫かなこいつってなるんですよね、自分のこと。
焼きそば。マジマジ。やっぱトマト食うわ。負けちゃったもん。お腹すいた。マジ俺グルテンフリー生活だから。でもさっきラーメン食ってたじゃん。お前マジやめろってそれ。あちゃん。ただまんちゃん本当真面目だわ。用意するもん。俺の喜ぶもんとかもうちゃんと考えてくれちゃってもうたまったもんじゃないわ。やばい止まんない、やばい。うまくない。うまい。うまくない。うまい。はい、くまちゃん晩ご飯にとうとうカレーを作ります。玉ねぎを飴色になるまで炒めます。私、2日目の夜でございます。私はですね、こちらのパスタ、はい、これを作っていきたいと思います。はい、ということで2日目晩ご飯です。ルーも入ってないしご飯もないから、なんかスープカレーと呼ぶにもおこがましいぐらいの出来損ないができました。そして私はイタリアから来ました。エジボンジョールド、ボンジョールドパスタ、アラビアータ、アラビアータカタベッシュという感じで。いただきます。いただきます。あっか、俺天才かもしんねえ。スパイストラベラーと呼んでください。違う、北極マウズにあるスパイス適当に全部ぶち込んだんですけど、うん、まあ味はちゃんとカレーです。カレーって、うん、なんかうまいね。浅いな、お前感想。朝ごはん、カニの力味噌を作りました。お、出た、クラシキハン。大変なこと忘れててさ、これガソリンじゃなかったの？俺はフランキーだってなっちゃうじゃん。どっちかというとゾックだね。褒めてるんだよ。エイジフランキーだ。行くわよ。ちげんだよ。声優一緒だけどな。私こちらのおかゆを。あ、タクシーの席は、おめでてえ。朝にバナナとカレーって、イチローかよ、これ。朝から席はんて、試合が結婚したのかよ。チェフジャパさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ガーディアムレビコーヒーゼリーさ、なんかそういえばゼリー系全く食べてなかったんで最終日なんで食べなきゃいけないんで食べます。美味しそう。ちょっとあれこれ、しかしこういうデザートが入ってるのがいいですね。まんじゃん好きそうだし、こういうゼリーいただきます。絶対美味しい、これ絶対美味しい。プルプルしてる。うわっ、これめっちゃうまいじゃん。今年食ったもの一番うまいんだけど。本日のハンバーグを作る企画。え、違う、ね、俺余りすぎてたよ食材。いや俺は余りすぎてたよね食材。俺ちょうどいいよ。最後の夜は超贅沢にパーティータイム、パーティータイム。なんかクマさんが書いてある塩ラーメンと色のついたご飯食べます。あと冷やし焼酎か。ついた、ついについに、いいよマジ始めた。冷やし中華ついに始めました。エイジとクマのさ、父ちゃんとの一番の思い出ってどんな釣り一緒に。え、いつ。結構前、大阪の方に早朝から出て。いいね、父親と一緒に釣り行くって。ザビエルは。ザビちゃん、あれザビエル今、思い出があって聞かれて一番に思ったのが、ちょっと嫌な思い出。あの、今は一応いい思い出を聞くたんだけど、大丈夫。いや、これね、本人にも言ったことないんだけど。ねえの。え、大丈夫。やめようよ。俺が高校生の頃に。やめねえんかい。高校生の時に、車買いかけたのね。うん、おうおう、新しい車だぞって。うん、まあ親父も嬉しいからさ、うん、乗って一緒にちょっとドライブ行こうよって言って、あ、じゃあ俺行くって言って、うん、遊んであげたの。遊んであげたの。嬉しいよ。それでもう帰ってきた時に、うん、俺が助手席からバッて出た時に助手席のドアを縁石にぶっけちゃったの。でその時にあってなったんだけど、親父見たらなんかすごいなんか寂しそうな顔しててなんかそれがねずっとなんか残ってんの。辛くない？その時はごめん。だから話せる。俺さ、実はお父さんに怒られたことがほぼないの。実は父の方も、まんちゃんの方も怒られたことがないの。なんだけど、一回だけ怒られたことがあって。違う、二回かな。その頃、なんかありがとうってよく言いましょうねみたいなの学校で教育受けたんだよ。受けた時もさ、影響受けちゃうじゃん。わかるわかる。そうね。お父さんに、なんか俺が下まで行った。俺が子供ながらに、ありがとうって言ってって言ったの。そしたらお父さんが、ありがとうは強要するもんじゃないぞ言ってて、それぐらいなんだ。あ、それぐらいなんだ。それぐらい怒られた思い出唯一がそれなんだ。あとはお母さんに内緒でゲーム機を買ってくれて、あるあるじゃあこれ買ってこいよ、うん、お金渡しもらったの。その当初俺八百屋さんやってたから、おじいちゃんとおばあちゃんやってる八百屋さんの前通っちゃうとバレちゃうの。いっぱいルートなんてあるはずの。なので子供だからルート分かんなくて、まっすぐおじいちゃんのお店走って通ってバレないの。バレない。何してんの、どこ行くの、本当のこと言いなさいお母さんに言われて、うん、ゲーム機買ってもらおうか、私に内緒ですって言って、うん、ゲーム募集されたんで、で、お父さんになぜあそこを通ったんだ、他にも道はあったはずだ、今回は男としておもちゃは取り上げよう、次から頑張ろうって言われた。
さんがさ、そのおもちゃ隠れて買ってもらった話じゃないんだよね。お父さんとの一番いい思い出それだわ。ドラクエ8隠れて買ってもらって、お前これ絶対お母さんに内緒だからなっていうやりとり、すっげえ楽しかった。お母さんに内緒なんだよな。そうそう、冷やし中華ボルサリーノ、塩ラーメン白クマーノ、チキンライスビデガラハーノ、ゼリーグルトビーピアーノ、カレーパスタ、ひと野菜炒め、最後の食事いただきます。いただきます。適当に炒めた野菜炒めが一番うまいわ。コクがある。絶対ね、この冷やし中華とチキンライスうまい。クマの話聞いてると、家族とか兄弟とか友達に迷惑かけすぎ。うちのメンバーでもね、一番ねやばいことするの熊だもんね、ずっと。あいつもなんか、ちょっと悪くない冷やし中華世界中。冷やし中華うまいだろうな。いい思い出も悪い思い出もあるけどね。でもさ、大人になって YouTuber になってさ、こういう絡み方するとさ、普通のさ、息子と父親よりさ、関わってるよね。ありがたい、ありがたい、俺は。俺、そこのね、あれですよ、気迫になりがちなんで、こういう機会ありがたいです。全部軽いんだよ、言い方が。どういう父親になりたい？子供とキャッチボールしたい。しなさそうだね。でもするわ。俺が鬱陶しがられるぐらい誘う。人って出るぜ。世界だ。俺一緒に武器作る。俺プロ野球選手になる。英才教育、英才教育。重た。今最新情報が入ってきました。キョンクマの最新グッズ、黒 T シャツの方が8月22日まで数年ぶりの EC での販売を発表しました。キョンクマメンバーが全員動物に変身して男女ともに着れるデザインになっております。期間も短いため、この機を逃さず購入することをお勧めいたします。